石丸は現在 LG 生活健康さんにお邪魔しております。本日はですね、貸し切りでご案内させていただいておりますので、石丸友の会の皆様、本日はメイクアップの商品と韓国のセレブリティたちが使ってるあのブランドご紹介しますので、ぜひご覧くださいませ。どうぞ。販売をしていないブランド、キップシーっていうブランドになってます。一回にこれがブランドのコンセプト、はい、の、 あのリフレットになってます。まだ発売されてないっていう、オンラインのみ今展開中です。もしかしたらまたオンラインと、あのオリーブヤング今販売中かな、販売中準備中のブランドでして、うん、結構あのファッショナブルなデザインと色味が上になってます。でこれがチークとリッププランパーでスースーするやつ、ね、それとリップライナー、あ、かわいい。これめっちゃリップライナーかわいい、すごいですね。もう筆もついてます。これどうやって開けるんですか。任せ任せ。こちらが筆の部分、こちらがリップライナーです。で韓国コスメで最近あのハートパーセント様だったり、うん、リップラインは結構有名になってるんですよ。オーバーリップメイク、そうですよね。シシマルもやってます。そうです、めっちゃ自然。でこれがあのリップラインが描いた上にこのプランパーを塗っていただいたら、本当にあの自分ぽっくりとした。そう、プランパー大好き、うん、結構強めかもしれません。あ、強い、痛いの好きです。カプサイシンめっちゃ入ってて、大丈夫ですか。大好きです。大丈夫ですか。大好き。で一番有名なのがおそらくこちら使いますか、二人ともプランパー。あ、結構強めは難しいですね。色味しっかりしておりまして、こういった、あ、綺麗、淡い色味なんですよ。でそんなにあのプランピング効果はありつつ、そこまではスースーする感じはないイメージです。日本の方々はこういったのがキラキラめグロータイプが好きかなと思います。で、すいません、あのえ、めっちゃすごい、すごいキラキラですね。まだあの唇じゃないのでどれだけ痛いのかちょっと分からないです。ちょっと試したい。え、なんか日本の方はこのルミレイヤープライマー、そうですね、一番、うん、一番いい、キラ方々が、もうすごいトランポするから大好き。キラキラ の、 あのグロー肌になるので、確かに自然にあの潤いに満ちた、あと濡れ感のある肌、そうそうそう、保湿する際に本当にベストで、もう毛穴のカバーだったりあのメイク の、 あの持続、もう長持ち本当に良くなるので、結構おすすめのポイントです。なんか日本ってどっちかって言ったらブルベさんとかイエベさんっていう言葉があって、韓国でもありますか。本当にこういうのにいます。なんかそれをシシマルは調べたことがないんですけど、自分がどっちなんだろうと思って。診断されたことないですか。ないんです。で、安いお店は8000円程度で診断を受けることが。8000円ってでも高いですね。高めですか。80万ウォンとかで、で何人か一緒に行くと割引だったりそういうの。こっちはよく見ます。あ、そうなんですか。うん、よく見る。オリーブヤングでも結構展開、多分結構展開されてると思います。本当に10代向けで、そうですよね。なんかもうパッケージがすごい若い。今回あの手頃に入っている製品のうちにこのリップセリーというのが今年じゃない、去年 の、 あの下旬あたりに発売された製品でして、先ほどお見せした CNP のそのリップセリーがあったじゃないですか、うん、それのコートグローカラーバージョン、はい、カラーバリエーションが幅広いんですけど、この中で今回あの X、 このツイッターで話題になった製品がこの3番ですかね、ラスティーローズ、はい、3番のラスティーローズが一番話題になってました。ちょっとお見せいたしますと、はい、ちょっとなんだろう、ちょっと暗めかなって思われるかもしれないですけど、はい、で塗っていただければほんのりと血色感を足しながら、あ、確かに血色系やね、うん、めっちゃ、はいはいはい、見た目よりは本当に潤い満ちた淡い色味に発色されます。あ、すごい、保湿力が本当に長持ちするんですよ。で私はこれあのテーブルに上で、うん、置いといて使ってます。へえ、すごい。え、これ名前なんて言うんですか。リップセリーです。リップセリー、コードグロカラーのカラーリップセリー。塗るときはリップの口紅の上から塗るんですか。でも大丈夫ですし、その前にあのリップメイクされる前に保湿を足すときに最後保湿を足すときに、それに向いたのはこの何の色もないこのストロングリップセリー。これ本当に保湿とか、へえ、これはあのリップを塗る
前に使用していただいて、でご使用 の、 あのマット系のリップが好きな方々って結構いらっしゃるじゃないですか、うん、その部位に乾燥する際にはこういったカラキをつけていただく。実は大好きなんです、グリントさん。なんか一番最初なんかね、アクションがどっかでなんかポップアップのイベントをやってたんですよ。で全然知らなくて、メーカーさんを。で試した時にトーンアップかなんかハイライターかなんかちょっとちっちゃいのもらって、でそれでハイライターですね。あ、そう、なんかそれもらって試したらすごい中毒になって、うん、めっちゃいいですね。え、こっちは妹なんだ。そうです、妹の妹がこれです。妹の妹がこっちか。じゃあお姉さんが先ほどのあれです。次女と娘、うん、これは次女やね。あ、次女が好き、すごい好きなんですよ。ですよね、うん、韓国でも、あの韓国の YouTuber さんが一番おすすめする好きなハイライト部門1位。あ、大好き、ほんまに好き。このデュイムというカラーです。有名なクリエイター様たちも今日使用させてくださってます。すごいナチュラルな、ナチュラルな立体感ですよね。がこのリーム。でこれもあのイエベかブルベかによってちょっと変わるんだ。が変わるんですけれども、これがリームはどちらかというとイエベさんよりで、このミルキームーンというカラーがどちらかというとブルベさんよりになってます。なぜかというと、でいただいたら結構ピンク色で発色されるんですよ。うん、見えるかな？見える。伝わるかな？これがちょっとピンク味のある色味になってます。スルスルして、見えますかね。あ、ありがとう。あ、綺麗ですよね。でちょっとピンク系、ピンクの光を放つという感じがお好きでございましたら、こちらのミルキーものをおすすめします。で、小田切ヒロ様が一番おすすめしていたのはこのダイヤモンドベールというハイライトで、本当にこれは、私もこれ使ってます。そうですか、うん、これは立体感というよりはあれですね、ツヤ、キラキラのツヤ、もうなんかすごい光沢みたいな。そうですね、なんか TikTok で使いそうなイメージあります。確かに普段使いはでもこっちの方がいいですね。ですね、もしくはこのピッチムーンというのも新作、うん、あ、でも確かにそのちょっとピンクっぽい感じの可愛い。はい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 、はい、これはどの、 あのイエベさんでもブルベさんでも両方使えそうな、ちょっと温かみのある、なんだろう、温かみのあるピーチカラーなどを認識していただく、うん、ブラッシュなども展開しています、ね、すごい。あとは確かこれね、どれだったかな、そうですね、スティックハイライターも大好き、はい、スティックハイライターも同じくグリントのデュイムーンとミルキームーンが、いいですよね、販売されて、めっちゃ好き。去年あたりにこのロージムというカラーが新しく発売されました。これもちょっとピンク、バラ色がかかった、それすごいな、可愛くないですか、めっちゃ可愛い、え、それすごっ、ハイライト感すごっ、すごいですか、めっちゃすごい、ナチュラルなツヤが、このパウダーよりはよりナチュラルなツヤがになってます。ツヤ出しするのにすごくいいですね、これ、うん、今回お見せしたかったのがこれなんですけれども、はい、今回本当に新作、はい、これも、ね、全てが新作なんですけど、これはリキッドハイライターっていうのはご存知ですかね。リキッドハイライター、はい、はい、でこれがデュイムカラーと、これが今韓国ではすごく話題になっているのはこの2番のクロスター。へえ、一回見ていただけますか。本当にみずみずしい、確かに、はい、ちょっとアメリカの TikToker さんが使いそうなハイライター。そう、え、これって リップグロス、違います、ハイライトです。ハイライトですよね、不思議ですよね、不思議。これデュイムは本当にデュイムカラーそのものが発色されてて、うん、どのようなところに使うかっていうと、額や頬のようなちょっと広い広範囲に使用していただける製品でありながら、やはり乾燥するからパウダーのハイライトは嫌という方々にもおすすめ。パウダー嫌なんです。え、ちょっとシシマル試してみてもいいですか。ここに塗ってから塗ってもいいですか。リームお試しされますか。はい、そのおすすめ、はい、リーム一回、これを一回だから、どの辺塗ろう、痛いとか頬のこの辺り、ね、もしくは額のこの辺やな、これ、はい、ちょっと立体感出したいなという部位、うん、どの部位でも使用していただけます。結構なってます。このパレットが韓国の美容系のユーチューバーさんが使用されて結構話題になってるんですけど、結
結構色味が近いやすくて、このグリッターこの色がギラギラなんですよ。へー、これが結構ギラギラで、指で撮ったらちょっと見えないかもしれないんですけど、見えてますか、映ってますかね。すごい、ラメがなんかもうキャンディーみたい。あ、そうなんですよ、ラメがただあのベージュ系のみならずなんかミントみたいなカラー、ブルーカラーみたいなのも入ってて、存在感がバッチリです。すごい。で、涙袋にポイントとして点々点を書くように、うん、あの塗っていただくか、まぶた瞳の上にキラキラにポイントとして使用することもおすすめ。すごい。残りは本当に使用しやすいカラーの構成です。からちょうど日本展開始めてて、今日本ではロボットでも購入することが可能なブランドになってます。で、結構有名なのがこのヴィーガンコンセプトで有名なんですよ。ヴィーガンっぽい、はいはい。なのでちょっといくつかおすすめいたしますと、はい、これプライマーです。アンプル、アンプル美容、ちょっとだけです。ちょっとこのなんじゃこれ、美容液のようになりつつ吸収も早いし、これがメイクアップも長持ちに役に立つ。あ、なんかすごいビーガンっぽいですか。ビーガンの香り何の香りだろう、なんかこちらもこちらからもリップシェリーが発売されておりまして、これはビタミン C が入っているけど合ってます。え、すごい、黄身がかかってる感じで、こちらは普通のリップセリフ、ちょっとカラーがかかっている、色味がかかっている。そんな、でも今結構韓国でこういうのが人気なんですね。 LG の全ブランドから今出資してます。へぇ、 LG のブランドでは全ブランドでリップセリフをお買い求めいただくことが可能です、うん、なるほど。でこちらも結構あの韓国では話題になっているクッションマンデーでございまして、うん、おそらく日本の方々はこういったあのグロー系のタイプがお好きかなって思いますが、これカバー系ですね。カバー系とこれはトーンアップかな、トーンアップ、うん、でこちらがおそらくグローを、はい、グローになっております。一回こちらを塗っていただくと本当にツヤンツヤンの自然な発色が、汚いですね、すいません、で試します。しっとり感のあるお肌になりつつ、キメの構成なども入るので、うん、すごい。で、少量なのにめっちゃ自然、うん、少量なのにある程度あの赤みはカバーされているところも見ていただけます。なんかめっちゃこうカバーする BB クッションファンデというよりも、どっちかっていうと自然な方を求める人多いので、うん、そうですね、カバー系はこちらです。カバー系はこちら、うん、本当にしっかりとあのカバー感があるあるもの、はい、カバータイプ。色味がしっかりと、あ、でも確かにあの血管とかが消えてます。あ、待って、これ全然違うやん。ですよね。手の甲の赤みがしっかりとカバーされてる。ほんまや。しかも結構しっかり綺麗に、なんか乾燥肌の人に良さそう。そうですね。ね。乾燥肌の方には、こちらというとこのグロー、グローの方がいいですよね。何回か重ねて塗っていただくと、11月にアップジョンでしたっけ、はい、ソースがどこかでポップアップしてそうやってそうですもんね、可愛いから。アグリラブリというブランドで、なぜアグリラブリかというと、うん、栽培の際に落ちたり、うん、商品としての価値のないちょっと不細工な、うん、あ、だからアグリで、はいはい、使って、でも本当に不細工だけど可愛いみたいな、使ってない健康な、健康な栽培物を使って作られるあのスキンケアの製品のコンセプトを持っております。かわいい。ワッシュオフパックとシートマスクの5種類になってて、ユズは美薬、これは抗酸化、これは何だろう、イチジクですね、はい、イチジクと宅配みたいになってるんですよ。へえ、かわいい。タクシチュなどがケアで、あのポテトは、シートマスクのポテトは韓国で昔からやけどしたりするとじゃがいもを塗りなさいという対象。何それ、予想でないです、初めて聞きました。おばあさんがだって、やけどしたらじゃがいも、外で遊びすぎたら焼いちゃったら、そういうこと、焼いちゃったらやけどはちょっとひどいですね。あ、肌を焼いたら、焼いたらじゃがいも、日差しが強すぎて赤くなってしまってると、じゃがいもをおろしにして、うんうん、
それを売ってくださったんですよ。すごい。日本はハーモニーが私たちが行くとするとアロエです。アロエ、あ、そうです。アロエ高くないですか？アロエの一本のアロエをこのまま塗るっていうのが、シジマルたちの日本の多分で文化、伝統的な、うん、だったと思う。しきたり的な感じです、ね、そう、多分3番って言って焼けたりすると、うんうん、みんなアロエ、確かに。そのアロエ的な立ち位置のものがご提供出たんですけど、へー、そういうことね。ただの人生だったり人生をさせるっていう意味での、はい、へー、かわいい。で、マンダリンはおそらくあれですね、おそらくじゃない、美白、美白ですね。はい、クッションいいんですよ。クッションいいですよね、すごく。本当いいんですよ。でも使ってみたくても最近ね、全然使う機会がなくて使わなかったんですけど。卵大好きだからもう。さて、ここまででいかがでしたでしょうか。シシマル友の会の皆様、お好きなブランドや使ってるブランドございましたでしょうか。ぜひぜひシェアくださいませ。それでは今からあの禁断のブランドちょっとご説明していただきたいと思います。めっちゃ楽しみにしててん、これマジで。違うの展開、うわぁ、そうですよね。なんかペッカジャンに行った時にこういうのあるんだけど、結局何がいいのか試したことないから分かんないっていう。韓国の SK2 と呼ばれてます。へぇー。で、タイメノジエムタイメノジエムージュ、これが有名な製品이고요。これが代表的に有名な製品だから、あ、一回試します。試したい。このラインがシークレットラインと、このマイクロアクティブラインの2種類が一番有名。なんか水分、ほうれい線、うん、アンチエイジング、ずっとそれ考えてるんですよ。まさしくそれです。まさしくで買いたいけど、やっぱちょっとお値段するから一気に買うのが怖いっていう人たちも。こちらも結構高めになってます。これっていくらぐらいするんですか？いや、一市販売からすると8000円から9000円ぐらい。あ、もう日本の国内ブランドとそんなに変わりのない、ね、価格帯ですね。でも値段は実際あの私の母親世代の方々は、うん、クッションファンデも先ほどお見せしたようなトレンドなクッションファンデではなくて、このようなものもライン使いで使用されてるんですよ、というブランドなんですけれども、はい、これはまだ日本では販売をしておりません、うん、ただこれが中国では本当に話題になっているブランドでして、確かに中国の人これ買ってる。アジュマニアジュマニの間で一番高い化粧品をプレゼントするならこれです。そうなんや。じゃあ喜ばれる、はい、一番ラグジュアリーか。先ほどお見せいたしましたスリョハンの上位バージョン、うん、バージョンみたいな、これが一番有名ですね。この赤色、何がどう違うんですか？これはこちらがあの人参入り、人参、はい、人参で、こちらはピンクの、はい、こちらが池にある花、ハス？池にある花、こうその仏教で使われるそういう、何だろう、なんでしょう、ハモンね、ヤンコン、ヤンコン、池の、あ、文字、すいません、一回検索しますね。あ、ニオ、ちょうど、モルグクよ。ヨンコン、ヨンコン中、モルグニオ。ホットケサーミー。あ、ハスの花。ハスの花、人参、クリコ、クゴヌ。わかる。文字、無理ね。はい。骨じゃない。なんて言います？ちょっと翻訳してみた。骨じゃない。鹿の骨。骨じゃない、骨じゃない。骨じゃない。骨じゃなくて。その、粒などを含めた薬剤、丸い薬剤があります。漢方の薬剤。その製品も入れ込んだというコンセプトで、全般的にそういった製品が入っているものの、こちらは弾力中心、水分中心、アンチエイジング中心なので使い分けが分けられている感じで、買ってみたいけど高そうやな、これ。めっちゃ高いですよ、めっちゃ高いで、これはオフィーっていう、オフィーはよく使ってました。あ、そうなんですか。なんかすごいスキンケア私大好きで、一旦いろいろ使ってみるんですけど、でも使っててもこれは知らなかったです。確かにそうは、韓国でも店舗がないんですよ、エバーノ以外には。そうですよ。でもやっぱそのちょっといいのを使いたい、肌を改善したいっていう方はこの
2ブランドが一番そうですね、おすすめ買い分けなんですけれども、発酵系のコスメがお好きな方々にはすぐ、はい、で、漢方系がお好きな方々にはふ、ふう、こちらかというとすぐはちょっと敏感肌の方が使用できる、はい、そういう高機能の成分が入っているスキンケアで、ふ、は、う、い、は本当にずっしりと、うん、その効能のある成分が、ある詰め込め、詰め込まれているブランド的な感じで、なるほど、敏感肌の方の中にはその漢方系が合わないという方々いらっしゃるケースが多いんですけれども、そういった場合にはふうよりはその、なるほど、このね2大ブランドめちゃくちゃ気になってたんですよ、ししまる個人的に。なんかすごい肌綺麗な人もそうなんですけど、まあ、とあるクリニックのすごい綺麗な室長さんがなんかテーブルの下にあれ置いてるの見てたの知ってたんで気にはなってたんですよ。でちょっといろんなまあ成分とかもししまる自体よく分かってなかったので本当に勉強になりました。個人的にはフーの漢方バージョンの水分シリーズがちょっと気になってるなって思いました。さて皆様いかがでしたでしょうか。顔面は一つしかないんですが、スキンケア商品って本当大量にあるので、まあ、いろんなメーカーさんブランドさんっていうのを試していけたらいいなって思っております。まだまだこれから本当にね、アンチエイジングって痛いことをするのがアンチエイジングじゃなくて、もう自分の体心も癒してあげながらエイジング効果のあるものを使えたらいいなってししまる個人的に思ってますので、今回のちょっと前編後編に分かれて2部制になったんですけれども、すごく勉強させていただきました。友の会の皆様もおそらくこういうの聞く機会もなかったと思うので、ぜひ今コスメを使っててスキンケアがなくなった時に買おうかなって思った時にもう一回見直してもらったら嬉しいなって思います。ししまるも無事潜入させていただいて本当にありがとうございました。 LG 生活健康さんもありがとうございました。今後ちょっと友の会の皆様にたくさん見ていただきまして、反響などなどがあったりしたら、また何か友の会の皆様だけに何かしていただけたら嬉しいなって思います。頼んどきます。いや個人的に今まで本当スキンケアもかなり好きなので、もういろんなブランド試してきてたつもりだったんですけれども、プチプラ商品からデパコスブランドまで本当に一連の流れで一旦説明いただいたことをすごくこれからもまたししまる勉強しようって思いました。それでは一旦本日はここまでにしたいと思います。皆様ちょっとでも参考になったと思いましたら、ぜひぜひいいねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたすぐにお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバーイ。はい、ちょっとおまけということで、ししまるお家にいてるんですけれども、こちらね試させていただくことになったんで、ちょっと皆様にご紹介しようと思ってるんですけども、個人的には VDL すごく有名なので本当に前から知ってたんですね。ちょっと使ってみようかなって思ってたんですけど、使う機会が全然なくて、今回本当にいい機会いただいたんですけれども、個人的にはねファンデーション塗る前とか、ファンデーションあんまり塗らないんですけど、例えばまあ CC とか BB 塗る前に、どっちかってちょっとツヤ肌っぽく見せるためにししまるプライマー仕込んだりよくしてるんですよ。でこちら使わせてもらってるんですけど、これめっちゃいい、ほんまめっちゃいいで、なんかすごいツヤっていうかね、みずみずしくなるんですよ。で光の下でね肌がすごいツヤツヤ光るみたいな感じになるので、ちょっとお肌くすんでる方、ししまるももともとプライマー好きなんですけど、ぜひ使ったことない方使ってみてはいかがでしょうか。でこの後にファンデーションも一緒にちょっと試させていただいてるんですけれども、この上から基本的にはファンデーションを塗ります。で現在今ししまるが試させていただいているのが VDL の同じくカバーステインのパーフェクティングファンデーションということで、 SPF35 の PA++ ということで、肌にあんまり負担がないので、今からの時期だったらこの前にプライマーの前にまず一旦日焼け止めで、その後にプライマーで、このファンデーションを重ねるってなったら夏としては完璧やなと思いました。思ったよりねすごい薄付きで良かったです。個人的には良かったなって思いました。で続きましてグリントさんですね。グリントはししまるも先ほど言ってたようにめっちゃ好きなんですよ。マジでハイライトの神様やと思ってるんで、ちょっとこう発光させたいみたいな、あの人の肌どうなってんの、光ってんの、あれどうなってんのみたいな、あるじゃないですか。あれねちょっとこの下地というか仕込みあるんで、これちょっとぜひ機会があったら試していただけたらなって思うんですけども、
まず乾燥肌さんの方にはこれですね、リキッドのタイプですね。ししまるこのリキッドのタイプ初めて使ったんですけど、めっちゃ感動しました。よかったです。名前がグリントの、リキッドハイライターということで、もうそのまんまなんですけど、一番のデュイモンっていうシリーズなんですね。カラーがほんと多分、まあ日本人って基本的にイエローベースの肌が多いと思うので、馴染みはいいと思うんですよ。黄みがかってる肌の方が多分多くないでしょうか。皆様どうでしょうか。ちなみにファンデーションの上からも塗ってみてるんですけど、なんかね、乾燥肌の人とかやったらファンデの上から塗ったらガザガザなったりするんですけど、あまりキッドタイプならなかったんで気に入りました。頬骨の高いところとか、例えば鼻の上とかてっぺんとか、まあそういったところに乗せていくっていう感じですね。あとは人中とかそういうところに乗せていくっていう感じですね。でこちらはもう皆さんすごい知ってる方めちゃめちゃ多いと思うんですけど、ししまる個人的にもずっと使い続けてるんですね。パウダーのタイプになるんですけれども、こちらパウダーのデュイモンっていうシリーズです。で、カラーがこんな感じで塗るので、実際今塗ってますんで、すごいツヤツヤした感じに発光してくれるので結構おすすめです。これはで続きまして、もう大粒の光が欲しい方にもうこちらですね。これはね、小さなちょっと5本入りのサイズですね。おそらく何かまあそのキットになるんでしょうけど、一旦全部塗らせていただきました。こんな感じです。発光というよりもすごいギラギラしてるので、なんか例えばイベントに使うとか、まあ目頭に使うとか、あとはちょっとししまる個人的にいろいろ使いたい使い用途があるなって思ったのが、いろんなところに塗ってちょっと試したんですけど、これね、髪の毛に塗ったらめっちゃ綺麗なんですよ。一本の線ができてすごいなんかキラキラするので、イベントごととかなんかちょっと行かなあかんとかある、パーティー行かなあかんねんみたいな時にちょっと使って。はい、続きまして、ちょっとこれ今回の目玉、CNP さんから出てるね、ダーマアンサーテンションアングルフィットアンプルっていう、まあ、30mm レチノールなんですよ。で、番組というか動画内で言ってたんですけど、あの例の PDRN 処方がされているということで、もうすんごい楽しみにしてたんですけど、 PDRN 入れようと思ったらもう顔面痛すぎてもう無理なんで、まあ、それがちょっと本当にまあ表皮に入ってどんだけの力を発揮してくれるかっていうのをししまる楽しみにしてるんですけれども、今回こちらすごいね、弾力とかもうあの目元の角度の弾力とかの改善が見られたっていう風な感じで、CNP さんの方が発表されているので、レチノールね、ちょっとこれししまるしっかり使っていこうと思っております。1日使ったんですけど、特に肌がめくれたりとか痒みを帯びたりすることは全然なかったので、このまま使いたいと思います。